インターンしてるんですけど、フルリモートっていうこともあって組織の一体感っていうのが感じられずに嫌で受けるのか、うん、楽しく受けた方がいいってなったら、じゃあどういう風にしたら楽しめるかなって言って、うん、同じことやってても意味付け力があるかないかで、180度世界が変わるんだなっていうのは思いますね。ということで就活ダッシュ後編ということで、続いての質問をお願いします。どうやったら楽しく働けるのかっていうのが悩みとしてありまして、今会社で長期インターンしてるんですけど、フルリモートっていうこともあって組織の一体感っていうのが感じられずにいて、どうやったらその楽しく働いていけるのかなっていうのが知りたいです。高野さんいかがですか？自分はなんか空気を吸うように仕事をしてるっていう。いやねえねえ、感じたね。呼吸なんですね。いろいろ本を読んでいたら、楽な仕事は死亡率を2倍高めるってなんか。これなんか僕なりの解釈をすると、結局なんか仕事で充実してるっていうのは、投下した時間かける熱量、でイコールめっちゃ結果が出た時に初めて本当に嬉しいって思えるんで、そのプロセスの間はむしろ結構苦しいんですよね。苦しいだけど苦しいと思わないように空気をするように努力をしてるんですけど真の喜びっていうのはめちゃくちゃ苦労して初めて得られるから、そういうことなのかなって思いました。熱量と量を投下して結果が出た時に楽しくなるもんだから、我慢の時期が必要っていう前提を持つっていうことが大事ですね。大学生から社会人になるっていうのはこれ大きな役割の転換で、大学生はお金を払って学ぶじゃん。で社会人になったらお金をもらってやっぱり働いていくんですよね、主体がさ180度転換するわけですよ、役割っていうのが。でここは勘違いしちゃいけないと思ってて、我々だって例えば3時間の何も発言権のない会議を出続けるんですよ。それつまんないじゃないですか。金曜日の3時から6時、だからみんながキングダム見てる時に何にもできないテレワークの3時間があるんだけど、じゃあそれをね選択するんですよ。目の前には教授会があります。楽しく受けるのか、いやいや受けるのか、楽しく受けた方がいいってなったら、じゃあどういう風にしたら楽しめるかなって言って、発言権は別に発言しないけど自分なりに戦略を考える、例えばこの会議はもっと効率化するためにはどうしたらいいかっていうのをメモるとか、ゲームにしちゃうんだよね。あこの人はこうやって発言したけど、あうまい刺さってないな、なぜならばとか、そうすると全部が自分の、これをよくキャリア自立とか主体的って言うんだけど、そういう風に考えるとつまんない仕事って本当になくなっていくんだよね。だって100年しかないからね、人生300年生きれないからって思ってる。そうするとやっぱりやりがいのあるとか、やりたくない仕事もできるだけ積極的にやろうとしてると、結果的に振り返るとあんまり楽しくないなと思わない。まずは就職された企業さんの中で同僚たちと、あとは上司とどういうふうなその仕事をクリエイトしていくかってことだと思うんだよね。同じことやってても意味付け力があるかないかで、180度世界が変わるんだなっていうのは思いましたね。なので自分なりに課題を設定したりとか、あの意味を見出すっていうのも嫌のありかもしれないですね。誰と働くかみたいなのは、結構大事かもしれない。楽しくっていう意味で言うと、いろんな喜びってあるじゃないですか。例えばもう 寝たり食べたりも喜びじゃないですか。だけどなんか達成するのも喜びじゃないですか、あと仲間と楽しくやってるのも喜びじゃないですか、達成は確かにレベル高いんだけど、気楽なのはやっぱり環境というかね、どういう人と仕事するかみたいな、ここが安定してると、一番楽なんじゃないですかね。3段階その楽しみっていうかね、喜びというかあると思うんだけど、志とかこういうのはなかなか最初から持てないんで、僕は周りにいい人がいたら、楽しくは働ける。ということで、本日の学んだことを1枚のフリップにまとめていただいたので、どうぞお願いします。本日のまとめとしては、楽しさを見出すっていうことを学びました。やっぱり楽しくないからもうやめるとかじゃなくて、どうやったら楽しめるかっていうのを考えていこうと思いました。ありがとうございました。素晴らしい。ありがとうございます。ということで、皆さんから一言ずつアドバイスと本日の感想をいただけたらなと思います。じゃあ高野さんからお願いします。就活は転職と比べると100倍ぐらい
面接が受けられるので、今最大いろんな会社が受けられる素晴らしい機会なので、大いに就活を楽しんでいただきたいと思います。このね、今の就活相談っていうのを経てもすごく良くなったと思うんですよ。だから絶対良さってあるから、それを確認していく作業、なんか人に評価されたいとか面接を突破しなきゃいけないとかって言って力を出せないよりは、自分の良さを伝えるっていう風に切り替えるだけでも相当就活って楽しいものになるし、今おっしゃってくださったようにいろんなとこ見れるんだから羨ましいですよ。だからそれをなんか自分のこれからの人生の糧にすると思って、辛いこと多いと思うけど、肥後橋さんなりの自分なりの楽しみ方を就活で見つけていただくと、多分結果は本当についてくるものだっていうと思います。今日時々笑顔があったじゃないですか、その気持ちで就活行ったらいいんじゃないですかね、であとはもう数で、例えば同じ業種で3社ぐらいいるじゃないですか、みんなキャラ違うじゃないですか、でその中から自分に合ったところ見出せるじゃないですかね、その顔でいきましょう。はい、ありがとうございます。視聴者の皆さんにも少しでも参考になったらなと思います。ということで本日皆さん貴重なお時間をありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただき